照明に火が灯りました。ナイトゲーム、まもなくスタートです。神宮球場からお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズの6回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目してらっしゃいますか？とにかくね、1、2番の出塁ですよね。その辺が打線のつながりを生むと思いますよ。ではそのあたり注目していきましょう。4番バッター菊堂、昨日のゲームはホームラン3本を含む4安打の大活躍でした。スワローズ初回から先制点を許す形となっています。小宮山さん、いきなり失点を許し不安の残るスタートとなってしまいました。ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。そうですよね。ドカーンと大きい当たりです。高く上がった、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、思い切り引っ張られた打球は特大アーチとなりました。相手が4番とはいえ悔しい一発を浴びてしまいました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。立ち上がりを攻められています。西さん、初回の攻撃、特に大事な点というとどんな点でしょうか？いや、もうとにかくね、先頭バッターですよ。ここがね、出ると出ないは大きな違いですよ。そうですね、先頭バッターに注目しましょう。ベイスターズ、マウンドに上がるのは先発のモスコーソ。どう抑え込んでいくのか注目です。上田が打席に入ります。2試合当たりが出ていません。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。初球打ち、ここはフライになっています。ショートが構えます。梶谷が抑えています。ワン。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。打ちました。セカンドの左、抜ける、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁です。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。バッターボックスは4番筒香。さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど。さあ、バッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。打った、高く上がった、下がっていく、下がっていく、突き刺さった、ソロホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。相手主砲の一振りでした。その際一気に5点と突き放されました。ライトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。点が入りました。リードを広げられています。スワローズとしては最後まで諦めないためにもここでしっかりと抑えないといけませんよ。なるほど、そうですね。次は厳しいところに決めてカウントを整えたいですね。打ちました。センターへ、伸びがありません。最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。敗れてしまいました。西さん、両チームよ
く打ちましたが、最後は力勝負に敗れてしまいました。いかがですか？打線がね、よく頑張ったんですけれどもね、まあ惜しかったですね。そうですね、明日に期待しましょう。勝った DeNA ベイスターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のヤクルトスワローズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。